三宮花時計前駅は、兵庫県神戸市中央区磯上通り八丁目にある神戸市営地下鉄海岸線の駅。駅番号は、K01。駅名の花時計とは、神戸市役所の北側にあった花時計のことである。島式ホーム一面二線構造の地下駅で、同線の終着駅である。神戸国際会館の南側市道に東西に伸びる、形で位置し、 中地下2階に、コンコースと改札が、その下に、プラットフォームがある。神戸国際会館の三ン,ンガーデン屋さん地下と、接続する出口1、国際会館前の東西道路と接続する出口に三宮ビル南館と接続する出口3、元町地下通路屋さん地下、神戸市役所と接続する出口4がある。三地下を経由することで、各線三宮駅へ乗り換えすることが切る。 駅構内にはトイレや AED が設置されており、プラットフォームへはエレベーターが1台、エスカレーターが4台設置されている。改札外コンコースにファミリーマートが営業している。地下鉄山手線へは、一旦改札を出て3地下を介して、三宮駅で乗り換えとなる。連続して乗車する場合、区間を通算して乗車券を購入して乗り継ぐことができ。 その場合は、当駅の改札内を出場してから90分以内に、三のみや、花時計前駅の改札内に入場する必要がある。駅イメージテーマは、劇場都市の玄関とされ、神戸全体を劇場都市とみなし、当駅をその玄関口と位置づけデザインされた。コンコースは隣接する巨大施設である、国際会館のイメージを引用し、床、壁に、石器室タイル採用、基調色は、 ベージュ系、ブラウン系都市、劇場都市としての賑わいを表現するとともに、部分的に大理石モザイクを用い温かみと、華やかさのあるデザインを目指した。また、柱、梁には、衣装性に富んだ GRC 化粧仕上げ都市、三宮の歴史を表現するとともに空間を分設し、ヒューマンスケールにすることを狙った。プラットフォームは、小舟のデッキから水平線を望むを、 原イメージとして、床はデッケをイメージさせる石器タイルや、大理石モザイクのデザインバリとし天井は、風をはらんだ方をイメージさせる、柔らかな曲線を持つスパンドレルとした。また、ホーム対抗壁は海をイメージさせる、マリンブルーのグラデーションを施し、海岸線のブルーラインを、より印象的にすることを試みた。二千十九年度の一日平均乗車人員は百三十四人で、 ある。海岸線の駅では、和田岬駅、新長田駅に次ぐ、第3位で、開業以降緩やかな上昇傾向が続いている。開業以降の1日平均乗降乗車人員は、下表の通り、駅名の由来となった、花と計算の宮の南部に位置し、オフィスビルが多い。各路線の駅の位置関係 JR の宮駅、阪急。 阪神神戸三宮駅及びその他各路線の三宮駅と地下街を通じて接続している。直接隣接しているわけではないため、乗り換えには徒歩で5分から10分程度の時間を要する。ABCDEFGHI、兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、236ページ。 ISBN 9長7843億4300万6745お引越し神戸場など系ドンズーエンチに定住へ 神戸新聞 NEXT,https コロンスラッシュスラッシュ www.kob-np.co.jp スラッシュニューススラッシュ sougou スラッシュ202009スラッシュ0013690318と SHTML2021 年1月10日閲覧 ?K0139 花時計前駅構内ご案内図、神戸市交通局 精神、山手線と海岸線の乗り継ぎ方法を教えてください。神戸市総合コールセンターよくある質問と回答。神戸市、2018年4月21日閲覧。神戸市、神戸市交通局事業概要地下鉄海岸線事後評価神戸市、2007年3月神戸市、新交通システム調査報告書、運輸経済研究センター。 文史度 BA6509341 ありがとうございます。